知識っていうのは全くない状態から始まります。学び始めて3ヶ月ぐらいでしたかね、初めての案件をいただくことができました。なんかどんどん受注来ているっていう感じですね。こんにちは。こんにちは。 SNS 集客アカデミー講師の松山美奈です。今日はですね、保育士をしながら2人のお子さんを育てながら講座開始3ヶ月目で SNS 運用代行を獲得されて、今もなお10万円超えを継続されているマリコさんについてインタビューさせていただきたいと思います。マリコさん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと最初にお名前を聞かせていただいてよろしいですか。西丸マリコです。ありがとうございます、はい。でもし差し支えなければ年齢も聞かせていただけたらと思います。今、35歳です。はい、はい、ありがとうございます。で今されてるビジネス、さっき自己紹介もさせていただいたんですけども、再度どういうお仕事をされてるかっていうのも聞かせてください。今は、保育士と SNS 運用代行の副業2つの収入の柱を持ってお仕事させていただいています。はい、ありがとうございます。そうですね、現役保育士さんっていうことですもんね。はいありがとうございます。で実際に、入学される前ってどういう状態でしたか。入学する前は、フルタイムで保育士してたんですけど、なかなかやっぱりね、給料が上がらなかったりっていうところ でどうにか収入、ね、増やせないかなっていうのと、まあ、いきなり無職になるのはちょっと怖かったので、副業から始めれるお仕事できないかなっていうことで、はい、スクールに入らせてもらいました。はい、ありがとうございます。で実際にSNS 運用代行を副業として始めようって選んだのって何かきっかけがあるんですかね。お知り合いの方がしてたっていうところも結構大きかったんですけど、スマホで副業とかパソコンで副業っていうのがいいなとは思いつつも、ちょっとなんか怪しさが上がっちゃったりとか、なかなか一歩踏み出せなかったんですけど、お知り合いの方がそういうふうに実際に生計を立ててらっしゃったっていうところが私の中では大きくて、本当にできるんだっていうところから、もうそれならやりたいっていう感じで意を決して挑戦しました。ありがとうございます。そうですよね、なんかやっぱお仕事やりながらになってくるんで、ね、子育てでお子さんもいらっしゃったらダブルワークでまた例えば帰ってなんか夜とかに仕事に出てっていう、なかなかそこってできなかったりすると思いますし、まあ、体力的な部分もあるっていうのもある中で、なんかスマホとかね、本当にパソコンとか運用代行だったらスマホ一本で全然仕事できるので、まあ、そこがどこにいても、まあ、さらっとできちゃうっていうのがすごい助かりますよね。で実際にどのくらいの期間学んできて成果が出始めたのってどれぐらいかっていうのも教えていただいてもいいですか。そうですね、今学び始めて9ヶ月ぐらい経つんですけど、初めてのお仕事っていうのは、学び始めて3ヶ月ぐらいでしたかね、初めての案件をいただくことができました。それってすごいですよね。インスタ自体はもともと SNS 運用代行のお仕事を取るために運用してもらってたと思うんですけど、それの前ってインスタとかってどんな感じで、もともと使われてたんですか。使ってたと言っても、子どもたちの成長記録として本当にただもう自分の日記代わりじゃないんですけど、そういうその成長として記録残せたらいいなぐらいで、知識っていうのは全くない状態から始まりました、はい、プライベートで使ってたぐらいだったってことですね。はい、本当になんか仕事を取るために使ってたわけではないっていうところから言うと、本当ゼロからスタートで3ヶ月目にそのお仕事につながってるっていうのはすごいなって、思いますね。で、あと、まあ、実績として、じゃあ3ヶ月目に運用代行のお仕事取っていただいて、その後どんな感じになってますかね。一時期その3ヶ月で取れたお仕事がなくなった時期もあったんですけど、またそのアカデミーに受講し始めて、またそれも3ヶ月ぐらいで、今急に運用代行の案件が一件してたところがゼロになって、もう一回始まったのが3ヶ月目で、一気に4件始まって、さらにちょっとやってもらいたいって言ってくださってる方が4件あって、日程調整ちょっとしてるところです、はい、すごいですね。なんかどんどん受注来ているっていう感じですね。ありがたいです、はい、ありがとうございます、はい、で実際にマリコさん的にで全然大丈夫なんですけど、なんかここを学んだから成果出るようになったっていうところって何かありますか。そうですね、もうゼロからだった
たので、まず見てくださることがありがたいくらいで思いながらやっていて、でもだんだん発信をしてると自分が伝えたいものになってしまって、自分が言いたいことみたいな感じになってしまってたんですけど、それをもうその見てくださる方がどう感じるのかとか、どういうことを知りたいのかっていうことを意識するようになってから、お問い合わせがあったりとかっていうことは変わっていったかなっていうのを感じます。これめちゃくちゃいいポイントですね。ありがとうございます。実際にそのインスタの運用の仕方とかそうなんですけど、その運用代行のお仕事につなげるために学んでいただいてると思うんですけど、その学ぶ前と学んだ後でのまあ、収入面だったり運用代行 の副業のお仕事ができているっていうところはもちろん変化としてあったと思うんですけど、それ以外の変化とかもありますか？そうですね、その学ぶ前だったら、その今やってるお仕事だったりとか、もう家事も育児も子供もいるので、仕事して家事して育児しての繰り返しで、その中で勉強する時間なんて取れないよって、もう今で忙しい、今の生活で忙しいよっていう感じだったんですけど、いざこうやるって決めてから時間をどう使おうかっていうことを考えるようになって、うん、生活のリズムというか24時間はみんな変わらないじゃないですか。そこをどううまく使っていくかっていうことに頭が切り替わって、家事の合間をちょっと短くしてみるとか、休憩時間の10分使ってみるとか、そういうのを時間をすごい有効に使うようになったなっていうのは感じてました。そうですよね、なんかやっぱりどれかをその捨てて学びに時間かけるっていうのがどうしてもね、私もそうですけど、アカデミーの生徒さんも本当7割ぐらいは主婦の方が入ってくださってるので、どれだけ効率よく、ね、時間を、まあ、作ろうと思ったらやっぱ作れるもんで、はい、で作ってやっていくかっていう、まあ、そこも結構ママとして副業だったり起業していく上ではすごい大事だなって私もっていろいろ仕組み化したりだとかやってますけど、まあ、マリコさんもね、多分これからどんどんそうやって受注が増えてきたりお仕事増えてくる中で、まあ、仕組みどんどん作っていかれると思うんですけど、まあ、そこはこの動画見てくださってて、ママさんで何か始めたいなとか、もう始めてるんだけど収入につながってないとかっていう方とかも、ちゃんとママでもできるっていうところ、そこをマリコさんとか他の生徒さんもそうですけど、マリコさんもすごい再現してくださってるので、本当にできるっていう感じですよね。できるっていう、はい、ありがとうございます。で実際にインスタの中でやっぱ結果を出すポイントとかありますか？その言ったらですね、そのインスタ発信してて運用代行をそのマリコさんにお任せしたいなって、依頼したいなって思うのって、マリコさんのアカウントをやっぱ見ないとこんな感じで運用してもらえるのかなっていうイメージが、依頼したいと思うクライアントさんにとったらそのイメージ湧かないんですよね。でその中でマリコさん の発信って、その投稿とかもめちゃくちゃおしゃれで、私もすごいなと思って見てるんですけど、なんかその依頼されるためになんか工夫してることとかで、今度その依頼問い合わせとか依頼来るけど制約できないって人も多いんですよ。なのでその制約をしてもらうためになんかどういう風にそのお問い合わせくださった方とこう関わり持たれてるかとか、その辺とか教えてもらえたらなと思います。まずそのアカウントを皆さん凝視しないと思うんですよ。インスタ見てる方って何気ない隙間時間でバーって見てて、あ、なんかいいなって思ってもらえると思うんですけど、そのパッと見た時のアカウントの統一感だったり、うん、色の使い方だったりっていうところは意識してますね。そのアカウントをパッと見た時の色使いとか、あ、なんかと綺麗に整ってるなっていうところは意識してます。あとそのお問い合わせがあった時に、まあ、どういう目的でインスタを運用していきたいのかっていうのを聞かせていただいて、でなんで私に私にお問い合わせいただいたのかっていうのを聞いて、結構私のアカウントを見てくださる方ってその統一感だったりそのデザインが好きでおしゃれな感じがしたのでお願いしたいですっていう方が多いんですけど、そういう方がどういうことをどういう風に見せたいっていうのをお聞きして、一回じゃあこういう感じで作って見ますねって言う、私だったらこういう風に見せるっていうテンプレートじゃないですけど、表紙の1枚だったり次の2枚目ぐらい作ってみて、まあ、こういう風に見せたらいいかなと思う、まあ、色だったり
こういうのも使ってみたらいいかなっていうのを提案してみたりとか、うん、でそしたらそこにじゃあお願いしたいですっていう感じになったりしますかね。すごい、でもそれめちゃくちゃいいですね。あのその提案実際作って、そのテンプレートじゃないですけど、うん、私だったらじゃあそのクライアントさんが言ってくださったそれを意図して、じゃあ私だったらこういう表現で作りますっていうのを実際にお見せするって、うん、もうそんなあの作ってほしいって言ってほしいって言ったら依頼するなって今聞いてて思ったんですけど、はい。であとはそのマリコさんのすごいなって思うところが、やっぱその運用代行のその案件もらった時に、じゃあその継続してもらわないといけないんですよね、はい、お仕事自体を。でその時になんかクライアントさんとの関わりの中で、なんか自分が気をつけてるポイントとか、なんかこういう気持ちで運用代行してるとかありますか？そうですね、やり取りの中ではお名前を必ず呼ぶように、お疲れ様ですだけじゃなくて、まあ、誰々さんお疲れ様ですってお返ししたりとか、発信する時はそのクライアントさんになりきってという憑依したつもりでやってます。その方になったつもりで発信する、その方の届け、ターゲットになるお客様になる方に見てもらえるように、自分自身が発信してるつもりでやっちゃうと私が発信しちゃってることになっちゃうので、クライアントさんのに自分がなってるつもりで発信はします、うん、はい、ありがとうございます。で実際にあのそのアカデミー代表のちょっと田尻彩子先生のちょっと印象とかも聞かせていただけたらなと思うんですけども。そうですね、彩子先生ってあのもう SNS の集客のトップをずっと走り続けてらっしゃる方だと思うんですけど、なんかこうトップにいる方ってすごい上の方にいる感じがするんですけど、でもなんかあのお話聞いててもすごい親近感湧くというか、親近感はあるんですけど、言葉一つ一つにはやっぱり重みもあるし説得力もあるし、なんか そこが彩子先生すごいなって思います、うん、はい、ありがとうございます。まあ、あのすごい経験も豊富なので、うん、なんかそこの部分も講座内でいろいろね、彩子先生の経験してきたこととかそういうのを教えてもらえるのってなかなか聞けないので、すごいいい環境だなと私も思ってるんですけど、まあ、実際そのスクール その講師だったり講義内容とか、まあ、サポート内容とかの印象とかもちょっと合わせて聞かせていただけたらと思います。ビジネスを学ぶというか集客を学んでるじゃないですか、お堅いイメージがあるのかなって思ったりするんですけど、全然そんなことなくって、講師の方たちも皆さんママの方も、ま、ほとんどママですし、悩んでたらサポートラインに今しんどいですみたいな感じで送ってねって言ってくださったりとか、仕事のことだけじゃなくてもう私生活のことでもしんどいことあったら送ってね、悩んでたら送ってねみたいな感じで言ってくださるし、でも皆さんがやっぱり成功してきてらっしゃるので、いろんな成功体験があると思うんですけど、それをこうギュッと皆さんまとめてくださって、で最新のノウハウも入れてくださるので、本当に内容が濃いというそこは感じてますね。ありがとうございます。であのこの動画をその見てくださってる方たちって、これから何か始めたいなとか、もうすでに例えばあの何か自分で運用代行とかですね、 SNS 運用代行とかをお仕事にするために発信されてるとか、だけどその集客できないとか、あとこの制約まで持っていけないっていう方もあのたくさん見てくださってるんですけども、そういった方たちに何かアドバイスをするとすると、などういう言葉をかけられますか？そうですね、私も結構うまく最初行ったなって思ったけど、途中でやっぱり収入がゼロになったこともあったので、だけどやっぱりそこで辞めなかったから今があるって思ってて、なかなか成果出なくてしんどい気持ちもすごいわかるんですけど、だけどもう私に無理なのかなって思って辞めちゃったらそこで終わっちゃうけど、なんでこう発信を始めたのかとか、なんでこうやろうと思ったのかっていうところ、どういう理想の生活があってやり始めたっていうところをぶらさずに叶えるために、今のそのしんどいところも経験するんだって思って、で壁も絶対これからも私も何個も何個もあるんだろうなって思うんですけど、その壁が現れた時に私も思うようにしてるんですけど、あ、また試されてるっていう風に、あ、またこれ試されてると、ここでお前はどうするんだみたいな感じで、どうやって乗り越えていくのっていうのを試されてるなっていう風に思って乗り越えていってるので、本当に壁がぶつかって
乗り越えた先に私もこう今案件がバーって来て問い合わせがあったりとかって続いてるので、本当にちょっと前まで本当に壁にバーンってぶつかって進めなかったんですけど、何かの拍子でパッて乗り越えた時に成果が出るので、なんか諦めずに続けてほしいなって思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、マリコさんもね、今言われてたみたいに、やっぱその再現性というか継続してこう収入をやっぱいただいていくっていうのがすごく大事で、まあ、これはアカデミーでもやっぱ長期的にちゃんとそのお仕事をやっていけるようになるためのその力っていうのを、まあ、皆さんには養っていただきたいなと思ってるので、まあ、そこがマリコさんも一回あのうまくいったけど、次ちょっとうまくいかなかった時に、なんでうまくいかなかったのかなっていうところ諦めずに今やってこられて、まあ、自分なりに今いろいろ気づきがあったって今までの話でもあったんですけど、なんかそこをこう得ることができたから今再現して、まあ、こういうふうにやっていった方がいいよなっていうので、あの実際にお仕事の案件も増えたりだとか、まあ、継続してもらえたりだとか、そういったところにつながってるかなと思うので、なので本当にあのまず01達成するっていうのもそうですし、達成した後にその継続して自分のお仕事を続ける、長い目で見てですね、続けられるように、まあ、ぜひそこの再現性っていうところを諦めずにあのやっていただければ、マリコさんのようにちゃんと成果が出てくるっていうことになるって感じですね。はい、ありがとうございます。で、あの今マリコさんのそのインスタのところですね、あのまたこれ概要欄にも書かせていただいているので、はい、あのぜひ見ていただきたいんですけども、マリコさんのプレゼント、何か渡されてるっていう風に聞かせていただいてるんですけど、なんかこういう方にこういうプレゼントを渡してますっていうのを教えていただけますか？そうですね、あの SNS 運用代行をこれから始めたいって思ってるママさんに、やっぱり収入につながらなかったら、ね、始めてもしょうがないと思うので、私が運用代行で月10万円稼ぐまでにやってきたことをプレゼントさせていただいてて、人生大逆転、30代主婦が SNS 運用代行で月10万稼ぐマル秘ロードマップっていうのをプレゼントさせてもらっているので、また登録お願いします。はい、ありがとうございます。はい、なのであの本当に今の収入プラスアルファでやっぱ月10万とか、まあ、あるだけでも全然変わってくると思うんですけど、場所を選ばずに、まあ、自宅だったり本当隙間時間で月10万っていうのをプラスアルファで得ていきたいなって思ってるあの主婦の方とかはぜひですね、登録していただいて、でどういうふうにやっていけばそうやって得ていけるのかっていうのを見ていただけたらなと思いますので、はい、でまたそこについては概要欄の方にも書かせていただいているので、そちらからインスタ飛んでいただいて、プロフィールの下の方にある公式 LINE 登録してプレゼントもらっていただけたらなと思います。はい、であとですね、最後にアカデミー代表の彩子先生の方からも電子書籍の方をプレゼントされています。でご希望の方はAYATAYATA っていう風に登録していただいて、電子書籍っていう風にメッセージを送っていただきますと届きますので、そちらも興味ある方はぜひチェックしてみてください。はい、で今日はですね、保育士をしながら2人のお子さんを育てながら、講座開始3ヶ月目で SNS 運用代行を獲得されて、今もなお10万超えっていうのを継続させるためにどういう行動をされてきたのかっていうのを聞かせていただきました。マリコさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。